巡航戦車マーク4は第二次世界大戦中にイギリス陸軍が使用した巡航戦車である。巡航戦車マーク3に増加装甲を施した昇海量型で大戦直前に665両が生産され、主に大戦初期に使用された。1936年から1937年にかけイギリスはアメリカのクリスティー式戦車を元にした。 巡航戦車マーク3を開発、採用したが、マーク3は最大走行圧が1 4ト、mm、ルと、はだ軽走行であった。マーク3の量産が開始されて、早々の1939年始め、巡航戦車の最大走行圧を3 0ト、mm、ルまで高める訓練が出された。A13 試作車を使って試験を行った結果、 主要部の走行増加は、速度性能に、さほどの影響が出ないことが確認され、この増加走行型 A13 マーク2が、巡航戦車、マーク4として採用された。走行が強化されたのは主に砲頭部で、特に側、後面は、中空方式に増加走行が装着された。このため見かけ上、砲塔は、大型化されたが、基本形状は同一である。カタログデータ上、 最高速度等に変化はないが、重量増加の分、機動性は若干低下したものとみられる。巡航戦車、マーク4の開発、採用は、マーク3量産開始の直後であったため、マーク3は65両と比較的少数生産に終わり、1939年中には、マーク4の生産が開始され、665両が作られた。また、マーク3の一部は、 マーク4仕様に回収された。砲塔の同軸機銃は当初はマーク3と同じビッカース303だったが後にベサ機銃に変えられた。ベサ機銃搭載型は巡航戦車マーク 4A と呼ばれる。日本土砲の代わりに3.7インチ流弾砲を搭載した近接支援型巡航戦車マーク 4CS も少数製作された。またマーク4 マーク・アイバともに、放棟棒縦部にも、増加装甲カバーが装着されたものもある。巡航戦車、マーク・4は、巡航戦車、マーク・アイ・3とともに、フランスへ送られたイギリス海外派遣軍の第1機講師団に配備されて、1940年、ウ陣ンを迎えた。残存車両は、その後、北アフリカ戦線でも初期に、主力の一角として使用された。 ウォーサンダーイギリスの軽戦車として登場。また、1939年使用も登場。ワールドオブタンクス、イギリスパンツァーフロントオースフ、BA 戦車として登場。ありがとうございます。